郵便貯金秋田センターは、秋田県は秋田市中通りに長目にあった、郵便貯金に関する事務を行っていた期間。2007年10月1日の郵政民営化に伴い、郵貯銀行は北地域センターに転換した。太平洋戦争の激化に伴い、空襲から東京貯金支局が保管していた、温休現場を守る目的で、1945年7月に、 秋田市女子実業学校内に秋田貯金支局として開局。秋田市牛島国民学校に分室を設け、温球給与支給事務及び郵便振替貯金口座所管庁として開始した。1945年10月、温球給与支給事務は東京貯金支局に移管。山形貯金支局から秋田県記号の郵便貯金及び証券保管事務を移管されると伴いに、 貯金家と証券家を設置した。翌年の1946年1月、秋田市川尻町屋座創者前にあった旧東北住、工業株式会社合宿商買い取り、局舎を移転。1957年2月に、旧秋田市立久保田中学校は土地の一角に、新局舎を建設し、移転した。2012年7月17日現在、全国で2カ所しかない。 ゆうちょ銀行単独拠点である。ATM コーナーは窓口フラワー内に設置されているため、窓口営業時間外は、外にある、ゆうちょ銀行秋田店前出張所 ATM を利用する形となる。1983年時点2002年時点2006年時点。ありがとうございます。